はーい。ということでね、もう来てんですけども。これ、トンネルですね。すごく短いんですけども、ここでですね、どうやら、事故があったようなんですよね。今写真も撮りながらね。で、母子の、が犠牲になったということで、子供と母親ですよね。で、目撃されるのが、子供の霊ということで、ね、車でここ通過するとね、乗せてって言うらしいんですよね。で、断ると血だらけの子供が出てくるっていうね、ことなんですが、五重嵐トンネルと書いて、多分五十嵐と読むんだと思うんですけども、おそらく五十嵐だと思うんですけども、いや、クーブクリーン五十嵐だと思うんですけども、五十嵐トンネルっていうことでね、行ってみたいと思います。というかね、車でここ通過するって言ってもね、この先ね、まあ海なんですけども、スタックしそうなんでね、行けないっすよ。普通の肉だと。ジムニーとかね、ああいう感じのやつ。これ、バックフォーが、サビサビじゃないですか。そう、ジムニーとかじゃないとね、ちょっとスタックするんじゃないかなっていうぐらいのちょっと道なんですよ。まあまあちょっと行けばわかると思うんですけども、なんだろう、置きっぱなんだな。サビンサビンだな。さすがに海の横か。へえ。いや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 、ほらこんなにあるんでね、これちょっとスタックしそうなんで行かないですけどね。なんかジジジジって、あれおかしいな。ああ足取られるよこれ。あ、普通に砂浜じゃないですか。あ、これやっぱダメだな。あ、風力発電だ。止まってんじゃんかよ。動いてないじゃん。風吹いてなきゃダメなんだよな。だからね、太陽光とかね、風力発電って今言ってるけどね、安定しないっすよね。全然回ってない。よし、このままあれで赤外線のまま行ってみましょう。実況なしで臨場感を。ちょっと海の音入れとく。ちょっと波の音が聞こえると思うんですけど、もうちょっと行くとね、海みたいなんですよね。さあ、それでは行ってみたいと思います。急に寒くなってきたんでね。はい、じゃあ実況なしで行きます。
というわけでね、まあ短いトンネルなんでこんな感じなんですけどね、ちょっとねでも波の音が残念だな。海でねバカンスってわけにはいかないんですけどね。すげえでもコスタートとかあんなこれ。ここさ、ここするようなとこないよね。車一台っていうかすれ、ここで無理とすれ違おうと思ってこれ引っ掛けたのかな。こっから来てるね。あのバックフォーがあれかな、やったの。雪も多いんだよなこの辺な、だからかな。それを撤去しようと思ってあのバックフォーがガリガリっとこれいった。まさかさ、あの母子を引いたっていうのはあのバックフォーじゃないよね。あ、バックフォーってユンボのことですね。あのショベルカー、はい、いろいろ呼び名があるんですよね。さあどうですかね、何か聞こえたよ、見えたよ、聞こえたよっていう方はね、ぜひねコメント欄にコメントをいただけると喜びますんで、はい。あとは動画不定期で上げてるんでね、チャンネル登録していただけると不定期なんで、あ、こいつ新作出しやがったっていうのが分かると思いますんでね、はい、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。